京都競馬11レース天保3ステークス1400です能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク7等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠9番サトノルフィアンです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層。 3。走前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はオレンジ色の着順が1着で、紫の丸が14003。走前はオレンジ色の着順が2着で紫の丸が1400。 1400は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は2番手からの競馬です3層前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は89で2位です上がり指数は52で11位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は 若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1回祭を表します。今回は1。5週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。 レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠15番、ロードアウォードです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2層前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は90でトップです。上がり指数は53で8位です。楽に後位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠11番、コパノニコルソンです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 紫の丸が1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は47で14位です。上がり指数は57で4位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、 大きくは評価できないです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと東地京都での出走です。京都では他の開催場と比べて指数を落としています。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠6番、エルゲルージです。能力偏差値は4位で、 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。能力的には上位馬には一歩をりますが連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が14005層前は紫の丸が16001400は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから、5走前は2番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は80で5位です。上がり指数は57で5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った9番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定丸を打った15番の対戦成績は16番に対し0勝1敗と負け越しています。15番の対戦成績にはリスクがあります。暫定黒三角を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 暫定白三角を打った6番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは9番サトノルフィアンです能力偏差値はトップの B ランクです距離と展開とレース間隔を高評価しました対抗丸を打ったのは16番アルファマムです能力偏差値は 5位の c ランクです距離と展開と対戦成績を高評価しました黒三角を打ったのは15番ロードアウォードです能力偏差値は2位の C ランクです対戦成績にリスクはありますが距離と展開を高評価しました白三角を打ったのは14番8面6匹です能力偏差値は8位の C ランクです距離と 展開と対戦成績を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです